マコチです、どうもありがとうございます。マコチさん、中山中山、あとです。改めましてマコチと申します。よろしくお願いします。オリジナルとかね、カバーとかいろいろ混ぜながらいつもライブさせてもらってます。今日は久保田龍二兄さん、ありがとうございます。共演者の皆さんもありがとうございます。お店の皆様も今日はありがとうございます、はい、そしてお越しいただいて皆様ありがとうございます。お越しいただいて皆様ありがとうございます。ありがとうございます。1曲でね、オリジナルのウィンドウペインという曲を、久しぶりのあの、うん、ウィンドウ、まあ、オリジナルのね、ウィンドウペイン歌ってるつもりだったんですけどね、あの、うん、めちゃめちゃ聞い高かったなと思って、うん、自分でこれ自分の声が低くなっているのかちょっと分かんなかったですけどね、なんか高いなと思って、はい、見にくかったんじゃない、歌詞がね見にくいと思う。じゃあ続いてまたオリジナルを、チェリッシュ。全てを浴び込めて
この僕に芽生えるなんて自分じゃない誰かのため自分を犠牲にできると握り返す小さなこの手に誓うよ天使のテクトで僕のテンポが決まる抱き上げて笑顔になるこんな時間が愛しく思えるちょっと縛られるけど守るべき幸せの場所大切にするよ全てを割り込めて思い描いてた理想とは違うけどほんまにね思い描いてた理想とも全然違いますよな多分皆さんきっとそうやと思うんですけどね例えば同じ映画これ見に行こうもう楽しみに待ってるわこれ見に行こうとかね合わんねなんかねDVD 借りても特に何もないし自分一人で見て今がねで夜中に伝え返しに行くみたいなほんま理想とはねまあ違うもんはしゃあないんですけどね趣味が合うのがいいなって昔は思ってたんですけどね趣味が合うというよりは趣味のある人の方がいいかもしれないですね同じとこにずっとおるんやったら例えば、パートナーが読書本読んでて僕はギター弾いてるとかそういう方がこう並んでずっと一緒におったらもうしんどいじゃないですかやっぱりねでまあ僕は特に子供欲しい思ってなかったんでね思ってなかったんですけどできるとこれがまたほどね可愛いですねこんな可愛いと思わなかったですね、うん、なのでまあまあまあ理想じゃなくともそれはそれでっていうことでそれでもそこにはかけがえない愛するものがあるちょいと窮屈だけど心地よい安らぎの場所縛られるけど守るべき幸せの場所大切にするよ全てを割り込めて全ての割り込めてチェリッシュというそういうもんですわね次はね新曲をしようと思ってたんですけども、うん最近ちょっと激しいやつをね歌いたくてねうーんまあまあウップンブラシじゃないですけどねでこうフレーズができそうフレーズでかねコード進行がこうあの荒野の果てにっていう、まあ、タイトルにして最後荒野の果てにみたいな感じでしようって作っとったんですけどたまたまテレビで見たらね必殺仕事人のジャガジャーンジャガジャーンジャガジャーンってあるじゃないですかあの歌のタイトルが荒野の果てにあったんですもうそれ聞いてうわもうこれあかんわと思って風吹き荒れでやめて、まあ、フレーズ残ってたけどもあんまりにもタイトル一緒やったらねちょっとなんかなと思ってだからなぜこうあれ果てた心をこう
あれしようと思って荒野の果てに、じゃあ、まあ、荒野の向こうにしようと思って荒野の向こうにしようと思ったんですけど、それにしたらもう全然歌詞が出てこずにフレーズも変わって、ほんでちょっとまあ、まあ、ホエルにしても、明るめのやつでこう例えばね、ほらこれね、久保田龍二さんのね、なんか知らない場所に一緒みたいな感じになってもうだからこれもあかんわと思って、で結局最初の聞いたら分からなかったでしょ、これ最初の聞いたら分からなかった、結局なんか自分で入ってもうだからこれあかんわと思って、で最終的に、着地点どこに探そうかな、でどこがロックやねんみたいな感じなんだけど、結局バラードを歌うことになどう
の春5月ぐらいね、チャゲさんが出したシングルでございました。そうなの？ね、なかなかコード進行そんなに難しくないんだけど、ちょっとだけこう例えば G から A とかね、ああいう風な感じでなかなかこんな曲作られへんなと思いながら。結局着地点はカバー曲になったという、ね、ありがとうございます。じゃ あもう一曲さっさとちょっと次は吠えますので、ね、どんな
ありがとうございました。ありがとうございました。こんな陰性も抑えられないのかな。まあいいかですね。ということでね、最後の曲をお届けしたいと思いますが、さっきちょっと言うの忘れてましたけど、まあまあフレンチトーストがね、偽善者ソングというのは僕にとっての偽善者ソングは先ほどのシレシュなんですけどね、まあちょっとだけ告知という形でね、ずっと以前に比べた私歌は、まあ、いろんな、まあ、仕事の状況やら何やかんやらって、なかなかそんなにライブの回数がどっと減ったんですけども、うん、年内は、8月飛んで9月の、9月23だったかな、先ほどの藤見さんプロデュースでアベノルシアスのね、A ステージっていうところで、歌わせてもらいますので、藤見さんの今日ちょっとね来てもらってる、高野君って僕の後にちょっと2曲ほどね、素晴らしいちょっとギターテクニックと聞いていただきたいのでぜひちょっとね、高野君と、高野君はその時は高野家という形でねユニットで出ますけど、9月23日、そして、その前の16でしたかね、違う、23日のその晩が、龍神さんの企画のカバーデナイトがマチルダで、南波のマチルダというところであるのでね、なりぶん、来ていただきたいのは山村なんですけどね、出演者だけでも結構、パンパンになるんでね、ぜひユーストリームを見ていただけたらなと、ね、思います。で、これかな。あとそれのあと10月飛んで、11月の、12か21かどっちだかな11月のね12の日曜日なんですよ。なんせね、なんせ日曜日なんですけど、その江坂のねツインリバーブというところで、その時はね、ちょっとまあチャリアン・ナスカのね、イベントとして、もう一人新一さんっていう仲良くさせてもらってる、まあ、新一さん親方さんとも言うんですけども、若花谷に似てるんでね親方さんですけどその人もすごいアスカ入りのね、曲がすごくうまくて、その方と一応メインダブルメインで、その時はシャゲアスのカバーライブを順繰りにさせてもらいますね。今セットリストとかねいろいろ考えて、ちょうどその時はねプロで活躍されてる人がバックについてもらって歌に宣伝できるなと。で以前僕やってたようにギターのラインも弾かれたらカッコだけでギターを持ってこう歌おうかなと思ってこうやってねシャゲアスの歌を歌おうかなと思って、もしよかったらね、お昼過ぎから夕方ぐらいまでで終わると思うんでね、ぜひよかったら来てください。で、年末はきっと、今日は来られてないですけど、黒部さんという有名な方がいらっしゃるんですけどね、その方の年末のイベントが最後になるんじゃないかなと、年内はそんな感じで、ね、2回か何回かな、そんな感じです。ということでね、最後に長い話しゃべりましたけども、忙しい中ね、暑いですわな。もう僕もね汗かきなんでね、しかもちょっとぎっくり腰と痛風がダブルで出てもんで、ロキソニンちょっと飲んでね、汗もよく出るんですけども、ロキソニンとかね、コルシチンとか、ベータブロッカーその他受け付けますのでよろしくお願いします。はい、ということで、ね、最後に長々喋りましたけど、すみません、ね、この後先ほどの高野君ちょっと演奏してもらいますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。30分ほどありがとうございました。まこっちでした。最後までお聞きください。MC ちゃんと聞こえてましたかね。なんか自分で今思ってカスカスやったので、いや全然ちゃんと聞こえてますよ。ありがとうございます。どうすればいいかと悩む。
さずにこのまま行ってもらいますんで、ちょっとだけ、はい。